アタオ1996グリーンランドにおけるアタオ1996の位置アタオ1996は地球上で最北の陸地と主張されている地点の一つである。長さ10メートル、高さ1メートルほどの大きさの小さな岩礁であり、グリーンランド北端のモリス・ジェサップ岬からさらに数キロメートル北、北緯83度40分34.8秒。 整形30度38分38.6秒、北緯83.676333度整形30.6424056度、83.676333-30.6424056に位置する。1996年に、ジョンジャンシック、ケン・セルプスと率いる探検プロジェクト、ザ・アメリカントップ・オブ・ザ・ワールド・エクスペディションによって発見され、 その名と発見年にちなみ命名された。その後2001年7月に行われた、テレサ・ベーカー、ジョン・ジャンシック、ケン・ゼルプスと率いる、リターン・ツー・ザ・トップ・オブ・ザ・ワールド・エクスペディションによって、さらに北方に、新しい岩礁が発見された。その際、彼らは、アタオ1996が存在し続けていることを確認している。83から42と呼ばれる。 別の島も発見されている。アタを1996よりやや大きな島であり、大きさ 35×15 メートル、高さ4メートルほどである。しかしながら、高級的に存在し続けるかどうかは定かではない。砂礫の塊である、オーダークも、また、半高級的に存在する最北の陸地だと主張されている。いずれにせよこれらの島々は、 波や海氷により容易に侵食されるため、長期間存在し続けるものではない。最北の高級的な陸地として多くの科学者から認められている地点はカフェクルベン島である。ありがとうございます。